着しました。はい。
到着しました。いや、いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。してくれてバーリー嬉しかなん頼む。相談はなかなか乗りがいがある相談やったね。
ああ。予約が何件も入っとうくらいやけん、次から次にさばいていかんないかんくらい山積みやけんね。よかとよかと、私が好きでしよっちゃけん。どっちか言うたらね、相談に乗っとう時の方が楽しゅうてくさ、よか暇つぶしになるっちゃね。適当でよかと。だってみんなにとっては悩みば誰かに話すとが一番重要なんやけん、解決できるかどうかは二の次たい。失敗ば怖がって相談に乗らんより、相談に乗ってやった方が絶対よかとって。なるほど。そうそう、私の役目は悩みば解決してやることやなくて、悩める人ば楽にしてやることやけん。そういえば、あーなるほど、確かにそうかも。私って他人と話す仕事が向いとうかもね。なるほど。そういう桐生さんも話し上手やないね。何のこと？それじゃあ、ソラポテトタイ。そうか。あのホクホク感、もうたまらんと。それにジャガイモって美容にもよからしかとよ。え？それが違うとって、美肌効果もあるし、むくみとか便秘も解消できるし、何より意外と低カロリーたい。おお。あー、話しよったらめっちゃ食べとうなってきたとよ。キリュウさん、ごちそうして。そうだな。そうそう、ちょっと聞いてくれんですか。なんだ。前のお客さんがね、ここに来る前に豚骨ラーメンば食べてきたって。ひょっとして。逆、食欲完全になくなったとよ。何？だって匂いが最悪やなかですか。酒臭かとは我慢できるとですけど、あの匂いだけはどげんしても無理。そうか。そうやろ。
客さんがみんな桐生さん見たか人ばっかりやったらよかね。私のこと？どうだ？自信のあんとこね。鎖骨かいな。形がよかかなーって。あんね、鎖骨んとこに水がたまるとよ。ああ、やろ。お風呂で鏡ば見てニヤニヤしようもん。それじゃあ、私は絶対湯船に浸かると。ゆっくり浸からんと疲れが取れんけん。いや、だって私お風呂の中で本ば読んだりするとよ。そうか。休みの日とか文庫本が一冊読む間ずっとお風呂に入っとったことあるとよ。やっぱり桐生さんってしっかりしとうね。話もすごくハキハキしとうし、仕事は完璧にこなしとうごた。そうだな。あー、やっぱりそうなんやね。なんだ。私ね、一見完璧で隙がなかけどちょっと抜けとって人がこのみたい。は？なんかね、世話ば焼きたくなるやない。ほら、私人の相談に乗るのを好いとうし。なるほど。そうそう、母性本能キュンキュンたい。それじゃあ、ああ、そげんとダメ。男、自分一人で頑張っとうけどできんで困っとうところを陸お姉さんが助けてあげるとがいいとよ。そろそろお時間となりますが。ご延長で。
と？もちろん OK たい。キリュウさんのお誘いば断れるわけなかろうもん。私ね、ショッピングするのが吸い通っちゃけど、最近それでよう失敗しようとよ。え？つい買いすぎてから後でめっちゃ後悔するとよ。俺もだ。そうそう、返しに行くわけにもいかんし、どうしようってなるとよ。最近はなるべく休日も外に出かけんようにしとうと。そうすれば物買わんで済むけんね。ちょっと待て。なんで？ああ、確かに。どうだ？うわ、超ありそう。私預金残高とか気にせんでカードでバンバン買うやろうね。教えてくれてありがとう。やっぱちゃんと外に出るようにする。グラスの空いとるやん、飲まんと。なんだ？ああ、ちょっとグラグラしてて。それじゃあ。さすがにそこまでじゃなか。やっぱキリュウさん面白か。ん？このままってわけにもいかんやろうし、どげんしようかな。新人のボーイなんやけど、トイレの扉ばあっぱらパンでほったくっとうと。それでもうグラグラしてから。あ？え、あ、すいません、私興奮して普通に喋っとったね。うちのボーイがね、トイレの扉開けっぱなしにしてて、私だらしないの嫌やからイライラしとったと。ああ。え？そこが分かってなかったと？私ももろうてよか？いただきます。したらまた後でね。
や三杯やっちゃり。ケナコラどこに目つけとうとや。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ねえ、いただきます。ありがとうございました。おいしかー
んか。やっちゃり人ってからムカつくって。許してくれんね。つまらんか。
ね。さあ、行くぜ。決めてしまうけんね。ナイト。
モンセンケ。
おら、そこあんた。やっちゃね。せから仕掛け、死んでくれんね。すごかった。いよいよ兄ちゃん、あんま逃げよって。またね。